どんなところに電波が使われているの？ああ、暇だな。何か面白いことないかなっていうか、パコ、また遊んでくれないかな。聞きたいことがまだまだ盛りだくさんあるよ。パコに遊んでほしい。これまでも盛りだくさんのことを教えてもらったよね。ここらでちょっと復習もしたいな。パコちゃん、はい、呼んだ？お、噂をすればとはこのこと。くしゃみが止まらないからもしやとは思ったんだ。会いたくなったらいつでも呼んでね。え、そうすればいつだって会えるの？うん、会えるよ。さて、今日はどんな風に進めていこうかな。前回の復習もしながらもっと深く電波のことを知りたいんだ、僕たち。スマホや家電に電波が使われてるのは分かったけど、違いがまだぼんやりしてるわ。オッケーオッケー、じゃあまたついてきて。ワーブ。マコちゃん、さあ、まずここにある電波が使われているものはなんだっけ？スマホ、テレビとラジオと電話の子機と電子レンジ、電波時計と IH 炊飯器。そうだね、2人が指さしたものは全部電波を使っているね。さあ、ここで問題。2人が選んだものはそれぞれ2つのグループに分類されるよ。どんなグループ？え、スマホとテレビ、ラジオ、電話の子機、電子レンジ、電波時計、IH 炊飯器を2つのグループに分けるの？通信するかしないかってこと。テレビ、ラジオ、電話の子機、スマートフォン、電波時計は通信するグループ。電子レンジ、IH 炊飯器は通信しないグループに分けられるんだよ。通信っていうのか。確かに電子レンジと IH 炊飯器は情報は関係ないもんね。その通り。通信ってことについてもう少し解説するね。通信っていうのは人の意思、その他情報を伝達することを言うんだ。人の意思、その他情報。スマホや電話の子機は分かりやすいわ。スマホとか使う時の仕組みはどうなってるの？スマホはまず基地局に電波が届くんだよね。そうそう、覚えてるね。スマートフォンが電波を出したらその電波はまず基地局に届く。基地局がキャッチした電波は電話会社を通って基地局へ、そこから相手のスマートフォンに届くんだよ。電話の子機は？電話の子機から出た電波は電話の親機がキャッチして基地局を通らずに直接電話会社に届くよ。そうか、電話線があるから基地局が必要ないのね。じゃあテレビはどうだっけ？まずテレビは放送局で作られた映像がアンテナ塔や人工衛星から電波として送信されて、お家のアンテナが電波を受信するとテレビが映る仕組み。うん、そうだったわね。ラジオは？ラジオは放送局で作られた音声が電波に乗せて中継局や周辺のラジオに情報を伝える仕組み。みんなの声や映像や音を電波で運ぶから通信するグループに分けられるんだね。じゃあ通信しないグループ、電子レンジは？電子レンジは声や映像や音を電波で運ばない。その代わり中でマイクロ波という電波を発して料理を温めているんだ。
気象観測用のレーダーとか速度取り締まりのレーダーなんかもこの通信しないグループに含まれるよ。僕たちの生活の中でいろんなところに電波が利用されているんだね。はい、今日の勉強はここまで。そろそろクイズの時間だよ。ワープ。バカバカ。さあ、電波を使うもので通信するもの、しないものの勉強はどうだった？通信する、しないについてよく理解できたよ。通信するってことがどんなことか分かったわ。ほんと、電波って面白い。じゃあクイズでおさらいしよう。やった、クイズ。第一問、通信って何？1、人が話す声を送ること。2、人の意思その他情報を伝達すること。人が話す声を文字にすること。みんなも考えて。2番、人の意思その他情報を伝達すること。ピンポン、すごい記憶力。では第2問、通信しないものは次のうちどれ？1、テレビ。2、ラジオ。3、電子レンジ。みんなわかるかな？次、第3問、電波がまず基地局に届けられるのは何？1、スマートフォン。2、テレビ。3、ラジオ。さあ、みんなで一緒に考えよう。もちろん1番、スマートフォン。やったね。今日はそろそろこの辺で。今日は電波を使って通信するしないものについていろいろ見てきたけど、どうだった？電波を使うものについて復習もできてよかったよ。通信するってどんなことか難しかったけどよくわかったわ。次回は電波で守らなければいけないルールについて詳しく見ていくよ。電波ー。